はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオ編究極フロア4ですね、こちらの攻略をしていきたいと思います。はい、パーティーとステータスはですね、ご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダーキラですね、ハイパーヒール、暗黒空間、ソニックブースト、侵略と勝利をつけております。続いてシゲジ、三物、波紋の治癒、ケナスヤスや許さねえを入れてます。そしてディーバスですね、特殊スキルゲージ回復、やかましい、やらせていただきましたをつけています。スタンバイにはですね、カミオですね、 ATK ブースト、精神の継承、スキルゲージチャージを、スキルチャージを入れております。そしてグレンドはダービーですね、 F メガダービーがフレンドです。では行きます。フロア4もね、結構難しい感じですね。さあ、いきなり出てきました、かきょい、ディーバスがいますが、ここはエフメガインでいいじゃないですね、エフメガテフェンスで走っています。ゲージが溜まるかな、溜まればいいけど溜まりませんでした。そしてディーバスが狙われる、さあここはちょっと位置に気をつけたいところですね。さあ行きましょう。さあそしてこれで軌道はどうにかしてほしい。ハイパーヒールがあるので飛びに置きます。さあ続いても行きましょう。暗物が乗ってるので、ね、かなり早い段階で倒せました。さあ誰が止められる、キラです、キラです、これは痛い、キラは痛いぞ。さあ今度はシゲチで、行きたいところですが、シゲチだとどうなってしまうかな。倒しきっちゃいましたね。アンジェロはいい位置にいますね、大丈夫でした。さあここで瀕死状態なので、いいパスです、万全を期します。おっとシゲチーではない、倒すべきはこっちでしたね。いいパスのおかげで全然怖くない状態になっております。倒せましたね、はい、じゃあこれを終わります。そしてゲージを補修されますが、なんとかある、大丈夫です、2ゲージだけです、残ったのは2ゲージだけです、しかし大丈夫、心配いりません。ここでですね、さあ
で壁を張ります。もうこうなってくると一安心ですね。倒したいのはアラビアファックですが、まあ、ここは無理をせずに一体一体倒していきましょう。暗黒空間があるので、はい、倒せました。はい、続いて第4ラウンドですね。意外といい位置にいますね。電柱が怖いので、電柱を先に壊すことにします。見てたけど他のも倒して、大事ですね。さあこれでいいと思ったら、そういえば特性を忘れてました。忘れておりました。何でしょう。さあそしてシゲチーですね。バ、まあ、ライアップ倒しました。これでカメオが倒れてしまう感じですかね。いいパスしておくか、それともそのまま放置しておくか、ちょっとしげちに向かって走っていきましょう。これで倒れてる。暗黒空間のおかげでなんとかなってるはいるんですが、カメオは4ラウンドまで連れて行きたかった。まあしょうがないですね。これでシーザーも倒れましたね。シーザーも倒れました。あとはお掃除が完了すればです。お、カメオありがとう。ゲージは回収、回復してくれました。さあそして最終ラウンドです。ゲージだけが問題でしたからね、なんとかなりました。さあ、ゾウもいないので安心して行きましょう。さあ、ここは無理せず行きましょう。カウントブースト3なんですね。いや関係ないですね。で一応いいパスをしておけば少しは怖くない。では行きます。 CS も振るようにしておきましょう。ちょっと怖いね。怖いのでつけておきましょう。
そしてスイッチオン、まあ、ならない。タイミング遅かった。倒してしまいましたね。はい、ちょっとぐらってしまいましたが無事クリアできました。ありがとうございます。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。次は最終フロアですね。フロアを攻略していきたいと思います。ではラサバ。